グラヤノトキシンの構造。末端間の大きにより3種類に分かれるグラヤノトキシンは、ジテルペンに属する有毒植物に含まれる毒の一種の総称。1から3までの3種類がある。グラヤノトキシン1は、アセボトキシン、ロードトキシン、アンドロメドトキシンとも呼ばれる。レンゲツツジ、アセビ、ネジキなどのツツジ科の植物の前奏に含まれている。日本産の花ヒリの木から、 発見、命名された。グラヤノトキシンは、細胞膜上の NA イオンチャンネルに結合して、興奮と脱分曲を継続させ、カルシウムイオンを流入させるために、骨格筋や、心筋の収縮を強め、結果気外収縮などを起こす。瞑想神経を刺激した後に麻痺させる作用も持つ。ホツ,ツジなどの蜜に含まれるグラヤノトキシンが、蜂蜜から検出されることがあり。 問題となっている。このことは、ギリシャ・ローマ時代から知られており、ダイプリニース、ストラボン、クセノホンらは、著書の中で、筒子属植物の蜜に由来する蜂蜜による中毒を記録に残している。また、蒸気の含有する植物を食べることによる家畜の中毒死も問題となる。鑑キジテルペン、レンゲツツジの毒性医薬品、情報十一ありがとうございます。